こんにちは。僕はタヨ。ここをクリックして登録してね。ありがとう、ティチ。ちびっこ車たちが学校に向かっています。踏んだらすごく滑るよね。当たり前だろ。遅れちゃった。来た来た、早く隠れよう。見ろよ。何、大丈夫？うん、大丈夫。誰かが廊下に何かこぼしたみたい。廊下に？これエンジンオイルじゃない？あ、面白すぎる。そうだな。スピリ、社員、あなたたちだったの？怪我するところだったのよ。ごめんなさい。今日はさまざまなタイヤの形について学びます。さっきラニの顔すごく面白かったな。そうじゃなくて。どうしたのロジー？あれ見て。え？何あれ？だからこの絵を見ると。あなたたち、またふざけて。もういいわ、後ろを向いてなさい。はい。今日の授業はここまでです。早く遊びに行こう。スピーディー、社員、あなたたちはまだ帰れないわよ。なんで？ロークがまだ汚れてるじゃない。掃除をしてから帰るのよ。はい。チェ、遊びたいな。早く終わらせればいいんだよ。最高速度。やったな、社員。どうしてシャボン玉が？楽しい。スピーディー、シャイン。一体何をしてるの？もちろん掃除だよ。あなたたち本当に。次の日の朝早く、スピーディーと社員は罰としてお使いに行くことになりました。はあ、朝から何なんだよ。先生、俺たちのこと嫌いなんだよ。そうだな。よいしょ、全部積んだわね。アナ、手伝いに来たよ。よく来たわね。おはよう、ハード。おはよう。じゃあこれを一つずつ持っていって。はい。よいしょ。偉いわね、朝からお使いもして。すごい。それはもちろん、俺たちが力強くてかっこいいから。それにスピードも速いしね。本当？もちろんだよ。じゃあ俺たち行くね。うん、気をつけて。気をつけてね。着いた。散々だな。なんだよこの程度で。俺のはもっと重いけどね。違うって、見てみるか。ほら、いっぱいあるだろ。このくらい大したことないよ。なんだって？大変だ。どうする？知らない、逃げようぜ。スピーディー、一緒に行こう。通報を受けて出勤したルーキーとパッドが道路を片付けています。 あちらの方へ行ってください。よいしょ。終わった。お疲れ様、ルーキー、パッド。どうしたの？突然タイヤが転がってきて道路がめちゃくちゃになったんだ。タイヤ？これスピーディーと社員にお願いしたものじゃない。スピーディーと社員の仕業か。
どうしよう、今からでも正直に謝るか。ダメだ、すごく怒られるよ。あの二人。スピーディーと社員はどこにいるの？あの、わざとじゃないと思うの。でも私からよく言っておきます、スピーディーと社員を信じてるので。問題を起こすこともありますが、いい子たちなんです。それじゃあ、ティチに任せて、僕たちを行こう。わかった。ありがとう、ルーキー、パッド。先生。あなたたち。あの、よりによってタイヤがそっちに転がって、まあ、社員。そう、失敗することもあるわ。すごく驚いたでしょ。これからは気をつけて。はい。ちびっこバス、タヨ。はあ、怒られると思った。俺ら問題ばかり起こしてるのに。あ、まあそれはそうだけど。なのに信じてくれて。スピーディー。先生をがっかりさせないようにしよう。え？俺たちの変わった姿を見せるんだよ。変わった姿？そうだよ、問題を起こさないでいいことをたくさんしてさ。あー、わかった、そのくらい楽勝だ。俺たち頑張ろう。みんな、今日学校にマジシャンのジョイが来ることになりました。やったー。でもマジック道具が多くて、誰かジョイを迎えに行かないといけないのよ。先生、俺行ってくるよ。俺も。二人が？え、俺たちに任せてよ。稲妻みたいに早いよ。また問題を起こすつもり？そうだよ、スピーディーと社員は信じられない。違うよ、今度は絶対にちゃんとやるから。先生、心配しないで任せてよ。うん、そうね。じゃあスピーディーと社員お願い。ありがとうございます。ジョイ。やあ、早く乗ってよ。みんなが待ってるよ。そうか、早く行かなきゃな。俺たちがうまくやれたら先生喜ぶかな。そうだな、早く行こうぜ。ルーキーとパッドを呼ばなきゃいけないんじゃ。ああ、そうだな。ルーキーとパッド、今度見つかったらすっごく怒られるぞ。社員、このまま逃げようぜ。スピーディー、何してるんだよ、早く。ダメだよ。スピーディー、約束したじゃないか。約束？二度と先生をがっかりさせないようにしようって。ああ。スピーディーと社員を信じてるので。そうだ、そうだったな。早く片付けようぜ。うん、一度やってみるか。さあ、捕まえた。捕まえた、捕まえた。でもマジック道具どうしよう。ゆっくり進んで。よいしょ。じゃあ少しだけ左側に進んで、ゆっくり、気をつけて。よいしょ。うわ、スピーディーと社員の頑張りで道路がきれいに片付きました。君たちやるね。早く出発しよう。そうだね、出発出発。なんで来ないんだ。どうしたんだろう。早くマジック見たいな。どうして来ないのかしら。こうなると思ってたわよ。やっぱりスピーディーと社員に任せるんじゃなかった。そうだね、このロギ様が行けばよかった。みんな、もう少しだけ待ってみましょうね。はい。一体どうしたのかしら。先生。あ、ただいま。こんにちは。どうして遅れたの。来る途中いろいろあって。でももう大丈夫。スピーディー、社員。ルー
ーキーとパッドがどうして。まさかあの二人また問題を起こしたのかな。ルーキー、パッド、どうしたの。ああ、うん、実はさっき道路がめちゃくちゃになって。また。ああ、それは。だが、二人がめちゃくちゃになった道路を片付けてくれたんだ。あ、本当に。もちろん、友達にマジックショーを絶対に見せるんだって言って頑張っていたよ。そうだったか。私そうとも知らず。これも全部先生のおかげだよ。俺たちを信じてくれたから。スピーディーシャイン、いつも問題ばかり起こしてるのに。ありがとう先生。いいえ、ちゃんとやってくれるって思ってた。あー、本当に感動的だな。それじゃ公演を始めようか。シャイン、マジック道具はどこだ。どうしよう、道路に置いてきた。なんだって。今すぐ行ってくる。俺も一緒に行く。君たち、スピードの出しすぎはダメだぞ。父のおかげでスピーディーとシャインが変わりました。ありがとう父。学校に行く日、日差しの暖かい午後です。なんだかタヨが嬉しそうですね。本当楽しみ。みんな、ついにあなたたちも学校に行くことになったのよ。本当に、やっほー。学校に行けば面白いことをたくさん学べるぞ。それから先生の話もよく聞くのよ。心配しないで。わかってるよ。ついに僕も学校に通えるんだ。学校に行ったら自己紹介するよね。どうすれば人気者になれるのかな。そうだ、おはよう、僕の名前は太陽。こうしようかな。ごめんなさい、後ろにいたのに気づかなくて。大丈夫よ。ところで初めて見る顔だね。うん、私はティチよ。この町に初めて来てから見て回っていたの。今度新しい学校に行くことになったの。うわ、本当？僕も学校に行くことになったんだ。それじゃあ僕たち友達だね。いや、私は。よろしくね、僕タヨって言うよ。この町初めてなの？それじゃあ僕が町の案内をしてあげようか。そうじゃなくて。大丈夫だよ、僕今日は仕事も終わったし、この町のことよく知ってるから、知らないことがあったら何でも聞いて。それじゃあ僕についてきて。おお、ついにラニも学校か。すっごくドキドキする。学校に行ったら面白いことがたくさんあるぞ。そうさ、マックスみたいにしなければな。それってどういうこと？うん、昔マックスがふざけて先生に思いっきり土をかけたんだ。その時先生にものすごく怒られて、そのせいでどんなに落ち込んだか。その話をなんで今するんだよ。マックスが落ち込んだなんて先生ってすごく怖いのかな。そんなわけ。おめでとうロギ。少し頼もしく見えるわね。当然だよ、学校に通うバスなんだし。初めての学校はすごく緊張するけど、気楽に行けばいいよ。そうよ、緊張したらフランクみたいに失敗するかもしれないわ。フランク失敗したの？うん、フランクのホースからジャージャー水が漏れて教室が水浸しになったのよ。それ本当？それが先生を目の前にしたらとても緊張して。フランクが緊張するだなんてどれだけ恐ろしい先生なんだ。ありがとう太陽、おかげで見物できたわ。このくらい。最後にこの辺りで一番面白いところに行ってみない？面白いところ？ここだよ。おお。すごくかっこいいでしょ、僕が遊んでいる遊び場だよ。そうなの？それじゃあ僕たち滑り台から滑る？え？わ、私は大丈夫よ。もう怖がらないで。全然怖くないから。私は大丈夫だから。イヤホー！イヤホー！どう？面白いでしょ？もう一回滑る？だよ。ケリー、ボンボン。
ちょうどよかった。急用があってね。ちょっとこの子たちの面倒をお願いできる？ああ、もちろん大丈夫だよ。何して遊ぼうか。そうだ、学校ごっこする？学校ごっこ？学校みたいに先生と生徒の役を決めて遊ぶんだ。面白そう。しよう。それじゃあ僕が先生、みんなは生徒だよ。それじゃあ始めるよ。はい、だよ先生。それじゃあ最初は音楽の授業を始めます。先生が歌った後に真似して歌ってみてください。はい。何かに似てるよ四角いバス。何かに似てるよ四角いバス。ふわふわ食パンみたいそっくりこ。ふわふわ食パンみたいそっくりこ。全然合ってないよ。もう一度。何かに似てるよ四角。でも四角って何？それは四角は四角だよ。じゃあ食パンって何？食パンは、四角いパンだよ。じゃあ四角って何？やめやめ。今は音楽の時間だよ。歌を歌わないと。待って。みんな、ここにある太陽の窓見える？こんな風にまっすぐな線で囲まれた形が四角よ。それから食パンは四角い形をしたパンのことよ。僕知ってる。ポンポン食パン見たことある。それじゃあ今度はリズムを取りながら歌ってみようか。はい。何かに似てるよ四角いバス。何かに似てるよ四角いバス。ふわふわ食パンみたい。ティチすごく優しい。学校の先生もティチみたいな人だったらいいな。ちびっこバス、タヨ。今日寝たら明日は学校の日だね。先生はどんな人なんだろう。優しい人だったらいいな。多分優しくないよ。そうよ。なんで？今日聞いたんだけど、フランクが教わった先生すごく怖かったみたいなんだ。どのくらい怖かったかっていうと、あの勇敢なフランクが緊張して震えたんだって。そうよ、マックスも学校に通っていた時にすごく怒られたみたい。本当？言うこと聞かないと怒るぞ。先生って本当に怖い人なのかな。みんな、花、それ何？これはみんなが学校に通う時につけるバッジよ。早くつけてよ。さあ、よし。これは学校に行くときに絶対に必要なものだからなくさないようにしてね。はい。翌日、ちびっこバスたちは学校へ行きました。ここが学校なんだ。すっごくかっこいい。太陽、バッジはどうしたの？本当だ、バッジがない。バッジがないと怖い先生にすっごく怒られるかも。どうしよう。大変だ、みんな先に行ってて。太陽、僕のバッジどこに行ったの？太陽。ティチ、学校に行かないで何してるの？それがバッジをなくしちゃって。ティチもバッジがないよ。バッジをつけないで行ったら怖い先生に怒られるかも。怖い先生に？心配ないわよ、怖い人じゃないかもしれないし。みんなが怖い人って言ったんだ。もうダメだ、僕たち学校へ行くのをやめよう。このまま行って怒られるくらいなら行かない方がマシだよ。太陽、実は私も初めて学校に行く日だから本当に緊張しているの。でも太陽が一緒にいてくれたらとっても心強いわ。本当？
もちろんよ。だよ、私と一緒に学校行こうね。わかった。それじゃあ僕のそばから離れちゃダメだよ。うん、ありがとう。おはよう、みんな。おはよう。おはようだよ。どんな感じだよ。バッチは見つかった？ううん、見つからなかった。お、ティチはどこへ行ったんだろう。変だな、さっきまで一緒にいたのに。みんな、先生が来たぞ。ティチなんで来ないんだろう。もう先生が来ちゃうのに。あれ、ティチだ。よかった、間に合ったんだ。皆さんおはようございます。私は皆さんの担任になったティチ先生です。おはようございます。ティチが先生？あ、どうしよう、僕そんなことも知らずに。さて皆さん、バッチはつけてきましたか？はい。バッチをつけてこなかった生徒はタイヤを上げてください。バッチは生徒の大切な印なので、次からは必ずつけてきてください。はい。皆さん、初めての学校でとっても緊張していますね。はい。先生もこの町に初めて来てとても緊張していました。でも素敵なお友達がこの町を案内してくれたの。学校にも一緒に来てくれてとても心強かったわ。みんなもお互い助け合いながら大切な思い出をたくさん作りましょう。はい。では自己紹介から始めましょうか。こうしてみんなの学校生活が始まり、優しいティチ先生のおかげでタヨもこれからの学校生活が楽しみになりました。眠れない。今日はラニの休みの日です。それなのに雨ですね。久しぶりのお休みなのに遊びにも行けないなんて。何もしてないから眠たい。ただいま。もう帰ってきたの？もうって、今日はいつもより遅いのに。なんですって？もう夕方なの？ラニー、まさか一日中寝ていたのか？そんな。せっかくのお休みだったのに何にもできなかった。お昼寝たくさんしたから眠れないし、退屈だからちょっとテレビでも見ようかな。その日、ラニは夜遅くまでテレビを見ました。はい、よく寝た。みんな、早く学校に行く準備しよう。ラニーまだ眠ってる。どうした？ラニー早く起きないと。ラニー早く起きないと。起きないね。どうしたんだろう。ラニー学校行こう。みんなおはよう。おはようございます。今日は数字遊びをしてみましょう。はい。昨日遅く寝たから眠たい。みんな、それでは一度画面を見ましょうか。プリンセスラニー。プリンセス？私プリンセスになったの？プリンセスラニー、何なりとお申し付けください。僕たちがお供いたします。何か必要なものはありませんか？それじゃあ一旦。どうなってるの？プリンセスラギ、ここにいたのか。プリンセスラニー。王子様。大丈夫か？はい。では3と4、大きな数字はどっちだ？ラニー、3と4のうち大きい数字はどっち？ラニー、起きて。うん。
授業中に寝たらダメよ。ごめんなさい。みんな何して遊ぶ？かくれんぼは？授業中ずっと眠たいし怒られちゃった。いいね、それじゃあ最後に着いたら鬼だよ。一緒に行こう。あ、みんな、イヤッホー。僕が一番惜しかったな。じゃあラニが鬼だよ。それじゃあ10まで数えてね。早くかくれんぼ。1、2、3、4。ここだったら絶対見つからないよね。そうだね。まだ見つからないね。僕が言った通りだろ。ロギー、僕たちうまく隠れすぎたかな。全然見つけてくれないね。僕たち出てみようか。なんだよ、寝ていたの？疲れた。今日は早く寝なきゃ。さっきはあんなに疲れてたのに。ああ、ラニは今夜も眠れないようです。行ってきます。結局昨日も眠れなかった。眠い。よく眠れなかったラニは、ドアを開けてくれ。仕事中失敗ばかりでした。到着しました。ここバス停じゃないわよ。眠すぎてもうダメ。ここで少し休憩しよう。10分だけ寝よう。ちびっこバス、タヤ。今日も仕事終わった。あれ、ラニだ。ラニ、ラニ、ここで寝ていたの？また夕方。ちょっとだけ寝ようって思ってたのに。どうしたの？体調悪いの？それが最近夜にまともに寝ていないの。お昼になるとうとうとして。そっか、眠くなる何かいい方法はないかな。羊を数えるのはどう？羊？うん、目をつむって羊を数えたらいつの間にか眠れるよ。よし、ネリが言った通り羊を数えよう。羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹、羊が4匹、5匹、6匹、7匹。動くな！犯人はこの中にいる！この目だってロギ様が。寝言か。ロギの寝言で目が覚めちゃった。結局今日もラニは遅くまで眠れませんでした。子守歌もダメね。夜になると眠れませんでした。ずっと眠れなくて。私先に行くね。困ったわね、毎晩眠れないなんて。僕たち助けてあげられないかな。いい方法があるにはあるけど。こんにちは。こんにちは。眠い。なんなの。もつれて当てちゃった。ごめん。出発します。終わった、休まなきゃ。ラニー、さっ
倉庫に荷物を運ばないといけないんだけど手伝ってくれる？ラニ、これは整備所に。あ、そうだ、タイヤ持ってこなかった。あれ？これじゃない。ラニ、もう一回。ラニ？なんで今日に限ってこんなに？ちょっとお昼寝したいのに。もう本当に寝なきゃ。ラニ！みんなお帰り。ラニ、遊び場に行くんだけど一緒に行こう。うん。私、今ちょっと疲れてて。まあ、そう言わずに。行かないってば。行こう行こう。イヤホー！ウェイ！楽しい！また作ろうよ。みんな、私もやめる。もう一回だけ滑ろうよ。もうやだの。今度は汽車ごっこ。遊んでいこうよ。僕たちが面白いの見せてあげるよ。ラニにちょっとひどかったかな。すごく怒ってたらどうしよう。みんなちょっとこっちに来て。ヤッホー。その日の夜、ラニはぐっすりと眠ることができました。ラニー、起きた？昨日は久しぶりに早く眠れて体が本当にスッキリした。よかった。それはそうと、昨日はみんなのこと嫌だったでしょ。私のことも。ちょっと全部ラニーが早く眠れるようにしたことだったのよ。そうなの？うん、昼寝をすると夜眠れなくなるから寝ないように邪魔していたのよ。何かあったの？ラニのいびきがすごくうるさくて。自炊もできなかった。違うわよ、そんなわけ。ラニがぐっすり眠ることができて本当によかったですね。